はい、こんにちは。アメリカのリング氏が2021年末に各階級の歴代最強ベスト5を発表いたしましたので、この動画でミニマム級からライト級まで紹介いたします。リカルド・ロペスの特徴は、とにかく防御が上手で、距離感も良く、相手に打たせずに自分だけが打つボクシングです。カウンターも上手く、パンチも強く、攻撃の幅も広く、右ストレートのほか、左フックと左アッパーも強烈で、様々なパンチで KO できるのです。ロペスが打たれるシーンはほとんどなく、ほとんどの試合が一方的だったので、多くの人はロペスのボクシングは完璧で、理想のボクシングスタイルだというのです。体は華奢なのですが、体のしなりを使ったフォームから強烈なパンチを打ち込み、KO勝ちは多かったのです。練習熱心で、地味で基礎の練習をコツコツするので、引退まで隙のないボクシングを継続し、無敗のまま引退したのです。ソウルオリンピックで銀メダルに輝いたマイケル・カルバハルは、プロ入り後、軽量級とは思えない破格のパンチ力で、49勝のうち33もの KO を築き上げました。クールな風貌、シャープで好戦的なファイトスタイル、そして、良きライバルに恵まれ、カルバハルは軽量級で初めての100万ドルファイターになりました。カルバハルは小さな石の拳と呼ばれ、特に右のパンチは強烈で、再三一発で相手をなぎ倒しました。フライ級からは2位にランクされております指揮者の異名を持つミゲル・カントを紹介いたします。ミゲル・カントは160センチ足らずの小柄ながら、あらゆる方向に動き、相手のパンチを外し切り、打たせずに打つボクシングでフライ級王座を14度も防衛いたしました。カントは避けるだけでなく、避けるとすぐにショートパンチで的確にカウンターを取るボクシングはまさに職人です。一発のパンチ力はないのですが、パンチが多彩で、フックやアッパーをいろんな角度で上下に放ち、的確にパンチを打ち込みます。渡辺二郎がスーパーフライ級の統一戦を行ったので、 WBA のベルトが剥奪され、そのベルトを巻いたのがカオファイ・ギャラクシーでした。
その後カオサイは実に19回も防衛し、このベルトを返上したのです。多くの対戦相手はカオサイのとてつもないパワーと強打に絶望し後ずさりし、中には戦意喪失したボクサーもいたのです。タイの歴代最高スポーツ選手と認められたカオサイは絶大な人気を誇ったのですが、おごりや慢心しないで世界王者になってからもジム2階の粗末な合宿所で寝起きしていたのでした。ハングリーさを忘れなかったカオサイは19度も防衛し、世界王者のまま引退し、引退後に殿堂入りしたのです。エデル・ジョフレはアマチュアで148勝2敗という戦績を誇り、プロ入り後も連戦連勝でバンタム級とフェザー級とで世界王座に戴冠いたしました。ジョフレは世界タイトル防衛戦もほとんど KO で勝利し、全階級を通じてナンバーワンと呼ばれました。マルコ・アントニオ・バレラ。マルコ・アントニオ・バレラは15歳でプロデビューし、21歳で世界王座に戴冠しました。童顔の暗殺者と呼ばれたバレラの武器はスピードのある連打を上下にダッシュする爆発的な攻撃力です。元世界フェザー級王者のウィリー・ペップは1940年代から1950年代にかけて活躍したイタリア系アメリカ人のボクサーです。ペップはフットワークと上体の動きを使った防御テクニックで相手のパンチを空転させ、防御から攻撃へ瞬時に切り替え、ほとんどの試合相手に打たせずに試合を終えたのです。バンタム級時代から KO の山を築いてきた王者ルーベン・オリバレスに、当時無名だった若きアルゲルが挑戦いたしました。王者オリバレスは中盤から猛アタックを仕掛けますが、背が高く手足が長い挑戦者はミスターノックアウトの猛攻を耐え、時には反撃を試みました。12ラウンドまでポイントで負けている22歳の挑戦者アルゲリョは13ラウンドにワンパンチで逆転いたします。
オリバレフを破った後、アルゲルはフェザー級に続きスーパーフェザー級とライト級の王座も獲得し、後の世界王者となる若干20歳のレイ・マンシーニの挑戦を受けるのです。20戦全勝のマンシーニはブンブンと呼ばれた強打を力強く振るい、15の KO を積み重ねていました。ロベルト・デュランはライト級、ウェルター級、スーパーウェルター級、ミドル級と4階級にわたって世界王者に君臨いたしました。石の拳と呼ばれた硬い拳と圧倒的な体力で KO の山を築きました。とりわけライト級時代は12度の防衛戦は全て KO 勝利で防衛しており、歴代ライト級ボクサーの中で最強と呼ばれております。